はい、ありがとうございます。さあ、シーブーです。というわけで今回は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルの方をやっていきたいと思います。んで、今回はね、このスマブラのアドベンチャーモードともし火の星をなんと達成率 100% にしたということでね、そちらの方ちょっとご紹介していこうかなと思います。いや、本当に長かった本当に長かった。これプレイ時間37時間って書いてあるんですけど、このうちの9時間ぐらいは僕が寝てる間につけっぱなしにしてただけなので、実際はまあ30時間かかんないぐらいで行ったって感じですね。まあそれでも結構ね、ペース遅かったと思うんですけど、結構のんびりやってたんで、まあ頑張って多分20時間で全部行けるのかな。まあ25時間ぐらいはかかると思います。まあまあそれは置いといて、でまだ1回もメニュー画面の方に戻っていないので、おそらくクリアゲッタのね、報酬画面が見れると思うので、そちらの方を見ていきたいと思います。お、来た来た、これだ、ドラグーン。これが全てのバトルで勝利するっていう 100% の条件だと思うので、多分これがそうだな。あー、長かった。あとなんか初めからプラスっていう、なんかクリア後にできるようになった謎のモードがあるんですけど、またやんの俺嫌だからまあでもこれは開始するだけで埋まるっぽいから、まあそれだけ埋めとこうかなっていう。で、あとはなんか知んないけどガノンドルフを使ってクリアするってやつと、アドベンチャースキルとノーミスで勝利が終われば、まあアドベンチャーモードのクリアゲッターは終わりか。いやー、長かったなー。あとはまあ特にないかな。ダーズに勝利する、まあここら辺は普通にやってれば多分終わると思うので、真のイニング見る。 あとこれかな、全てのファイターを救出する。これもまあ一応全部のバトルをやんなくてもいいんですけど、ある程度ね、まんべんなく進めないといけないんで、まあめんどくさいやつかなと思います。こんな感じ、画面は。これ結構可愛いね。まあ代わりネタはそんなものですかね。あとは普通にやってれば多分見れるやつばっかだと思うので、うん、多分そう多分そんなもんだと思います。いやー、しかし本当に長かったな。マップ上の全てのバトルをクリアした謎の記念日スピリット超過、あ、そういえば進化させたわ。で、まあ一応ちょっとスピリットの方見とこうか、せっかくなので。スピリットなんですけど、一応ショップで買ったものも入ってるんですけど、僕一回もスピリットを返していないので、まあ基本的にここら辺に乗ってるスピリットはまあ全部アドベンチャーモードで手に入るやつかなっていう感じですね。まあこれはあれだ、進化させたやつ、神がシリウスになりました。まあこれファイアエンブレム知らない人はなって感じだと思うけどあー、本当に良かった。あ、これはキーラとダーズ両方倒した時にもらえるやつですね、これは。これはショップで買ったやつだな。ショップで買ったやつもね、ちらほらあるので、まあでも基本は全部、あ、ここまでか、星4は。レジェンドはこっから上だけですね。いやー、長かったな、ほんまに。それしか言ってないけど、疲れたわー。あ、これレックス僕のお気に入りですね。ゼノブレ2好きなのでレックス使ってました。星4いたけど、結構星の数でステータスが変わってくるので、基本はやっぱ星4使うのがいいのかなっていう感じでしたね。まあ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 、こんなもんかな。パッパッパーと、これ全部見てたら結構切りないかな。あ、でもそんなことないな、意外と右のメーター進んでるから、一応パッパッパッと全部見ますか。いや、いろんなキャラいたな、ほんと。で、結構この、スピリット、育てがいがあるというか、意外とね、こう自分の知ってる作品のお気に入りキャラを育てるっていうのが、結構面白くて、やってて楽しかったですね。うん。まあ、欲を言えば、このキャラ欲しいなとかはあったけどね、逆に。うん。このキャラいるのにこのキャラいないのか、みたいなのは、まあ、ちょこちょこあったんですけど、まあ、もしかしたらショップとかで手に入るかもしれないし、僕がたまたま持ってないだけかもしれない。いやー、ほんまいっぱいいるな。カイロス2人いるカイロス2人いる。あ、マルク、いや、マルク僕裏ボスっていうか、普通にボスでマルクがいるの知らなくて本当にびっくりしたびっくりした。なんかガノンドロフとギガクッパとかいるのはなんか動画で見たんだよね。
なんかボス集みたいなやつ でマルクだけ飛ばしていたのか僕がたまたま見てなかったのか知んないんですけど、知らなくてマルクだけ本当に知らなくてびっくりしたわ。本当にカービィ好きなのでめちゃめちゃ嬉しかったですね。マジかみたいな。再現度もすごい高かったし、いやーよかったよかった。かそんなこんなで投げ属性のとこまで来たのでもう少しですね。あ、終わった投げ属性早くもあったつかあれだ、スピリット、これ以外にもなんかあるんだよな、装備できるスピリット、スピリットに装備するスピリットみたいなのもあるから、それを含めると結構いろんな種類あるなって感じですね。ここら辺はなんか預けてですなんで、まあまあまあいいかなみたいな。イーブイ僕が最初にレベルマックスにしたやつなんですけど弱すぎて使わないっていう悲しすぎる。管理だと見れないから編成でこれで見ればいいのか。ここら辺も全部基本は拾ったやつかな、敵倒してゲットしたやつなんですけど、これとかさっき手に入れたやつだね。ドラグーン、ジャイアントキラー、でもまあちょこちょこショップで買ったやつも入ってるかな。うん、いやこういうのも結構全部集めようとしたら相当大変なんだろうな。僕は多分これ以上は灯火の星やんないと思うんですけどもう疲れたな、さすがにこれ以上はやんないと思うんですけど、まあでも全部集めてみたい感はなくはない。初めからプラスでしか手に入らないスピリッツとかいるんですかね、ちょっとそこら辺わかんないんですけども、まあ気が向いたらやってみようかな。ちょこちょこ2つあるやつあるけど基本は1個ずつですね。いやエンディング見た感じ あれで終わりなのかって感じでしたね。皆さんどう思いましたまあバッドエンドが2種類あって、でハッピーエンドではないけど、まあ真のエンディングが1つあってって感じだったんですけど、真のエンディングがなんかなんだこれみたいななんだこれみたいな、天の川かみたいな、あれはなんかまだ続きあるんかなって思うレベルのエンディングでしたね。もしかしたらなんかダウンロードコンテンツというかこれからアップデートで追加されるのかもしれないんですけど、まあまあ楽しみにしていきたいと思います。といった感じでこっちももうそれ終わりかな。ここら辺はもう雑魚キャラたちですねここら辺はもうみんな雑魚キャラ。いやほんといっぱいいるな、ダンボール2つある。いやーで僕ずっとピクミン&オリマーで頑張ってたんですけど、ちょっとオンライン対戦もこれからピクミン&オリマーで頑張っていこうかなと思います。といった感じで、まあスピリッツも軽くご紹介したところで、まあ達成率 100% にするととりあえずもらえるスピリッツはドラグーンだったかな、うん、でクリアゲッターがポンと埋まるっていう感じで、以上でご報告になります。とせっかくだから初めからプラスやってみる一瞬だけ。あー別のセーブデータで始めれるんだ、あーそれありがたいわ。多分何も内容変わんないと思うんですけど、ちょっと軽く見て終わろうかな。オープニングとか変わんないんでしょ。はいはいはい、スキップはいスキップ。多分カービィからスタートする、あ違う、ピクオリになってるってことはあれか、キャラはもう最初から全部いる感じなのかな。ちょっと軽く見てみよう。ああ出てくる敵は一緒だけど仲間はいるよみたいな、でスピリッツも全部いるよみたいな感じだな多分。おお、いや好きなキャラ最初から使えるよっていう感じですね、初めからプラスは多分。なるほどなるほど。でもこれ2試合目やる人いる2試合目やる人いる。まあスキルとかまだ全部埋まってないんですよね、ちょこちょこ空いてるので、まあこういうの埋めたり、まあ、収集要素頑張りたい人はやるのかなっていう感じですね。まあ僕はやらないけどしかも1回全部倒すと多分もらえるスピリットも一緒だと思うんで、あとまあスピリットを集めるんだったらもうあとはショップかなっていう感じですね。これがあれか、初めからプラスをプレイするともらえるクリアゲッターということで、まあまあ今回はこの辺で締めようかな。まあこれからオンライン対戦の動画とかも上げていく予定ですので、ぜひそちらも見ていただけたら幸いでございます。といった感じで今回はこの辺で締めたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。
ャンネル登録よろしくね。最後まで